デロリアンモーターカンパニーのロゴタイプ。デロリアンモーターカンパニーは、かつて存在した、アメリカの自動車メーカーである。生産していたのは、デロリアン DMC-12 のみである。DMC-12 という車両、及びデロリアンの名称は、世界的にヒットした、映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズに登場する、タイムマシンのベースカーとして広くその存在を、知られている。 1975年10月24日、当時ゼネラルモーターズの副社長であったジョン・デロリアンが、理想の車を作るために GM を辞職し独立して、自ら設立したのが、デロリアンガモーター・カンパニーである。本社は、ミシガン州デトロイトに、製造工場はイギリス、北アイルランドのベルファスト郊外、アントリム・ケンダン・マリー村にあった。北。 アイルランドへの工場誘致の条件として交付されていたイギリス政府からの補助金が停止された。後に、円論の会計監査もいったアーサー・アンダーセンが、デロリアン社の資金を社長ジョン・デロリアンが私的に流用するなどしたことを、黙認していたことが、マスメディアの調査などで明らかになっている。さらに1982年10月19日に、社長のジョン・デロリアンが、 コカイン所持容疑で逮捕されるスキャンダルが発生したことにより会社は資金繰りが立ち行かなくなり倒産に至った。同年10月26日にデロリアンモーターカンパニーが破産を申請した。デロリアン DMC-12 長い開発期間を経て1981年に登場した同社唯一のモデル DMC-12 は イタルデザインのジョルジェット・ジュージアーロがデザインし、ロータスカーズがメカニカル設計を受け負った。当初は好調な売上を記録したが、高額差や大量のキャンセルの発生などから発売翌年以降は売上不振に陥った。1981年1月21日から1982年12月24日までの間に、 推定8975台のデロリアンが製造された。そしてこれらの車の約6500台が生き残った。これら多くの逸話は、スキャンダルを伴った希少性と、生産終了後の映画、バックトゥザフューチャーシリーズでの活躍によって、DMC-12 は1980年代を代表する著名なカルトカーとなり、 21世紀初頭の現代でも多くの自動車マニアのコレクション対象となっている。倒産後のデロリアンの設備を取得したスティーブン・ウィンは現在も DMC-12 のオーナーに修理用パーツを供給し続けており、一台丸ごと新車を組み立てることも可能である。ジョン・デロリアンは 麻薬密売への関与の疑いで逮捕されたが1984年8月に無罪判決が下った。彼はその後も新たな高性能者を創造するプランを抱いていたが、新モデルの開発、発売を果たすことなく2005年3月19日に死去した。デロリアンの歴史5分でわかるデロリアンの歴史、デロリオンモーターファイルズバンクラップシーニューヨークタイムズ 2021年9月24日閲覧。ジェームズ・エスピ、ザイラストレーテッド・バイヤー、S ガイド2ディロリオン・オートモバイルズ、P115-117 ディロリアンズ・スティル・プライザ・ローズ・アンド・メモリーズ。USA トゥデー、2021年4月2日閲覧。ディロリオン・イズ・フリード・オブ・コカイン、チャージ・バイ、エ A ・フェデラル・ジュリー、ニューヨーク・タイムズ。デロリアン氏、80歳で死去。レスポンス。 h t t p レスポンス n s e j p アー a r t i c l e 2 0 0 5 0 3 2 2 6 9 0 6 3 h t m l 2 0 1 6年4月12日閲覧スーパーカールネット内での紹介ページ別冊角川総力特集グレー角川書店角川ムック2132005年1月 ISBN4 から零4から,ら894456から8ありがとうございます。